はい、こんにちは、のぶ太郎です。今日はグレーブヤードキーパーの超初心者向けの動画を撮っていきたいなと思います。どんな動画かと言いますと、先生術師がいる灯台の場所、これね、最初ちょっとね、分かりにくかったんで、それをちょっと解説していこうかなと思います。早速ね、移動しながらやっていきたいなと思います。今日がね、実はね、この月の日、ちょっと待ってくださいね。速度のポーションになります。ね、左上、曜日なんですけど、これが三日月の日、三日月の曜日に先生術師が灯台に来る日なんですよね。なんでこの日のうちに行かないといけないと。で、夜になったら帰ってしまうんですよね。だから今ちょっと急いでます。で、場所はね、自分の家から下に降りて、まあ右側の村、こっから村ですね、村に入ります。まあこのまままっすぐ行って着けばいいんですけど、そういうわけには確か行かなかったんですよね。これ、この石みたいな道を道なりに行って村を抜けます。村を抜けた後、このまままっすぐ行ったら海に行っちゃうんですよね。なんで敵、あ、こうなっちゃうんですよ。なんでここら辺で下に降りて、で、この砂の道、土の道をたどっていけば、ここが灯台になります。で、これが先生術師ですね。ここね、週に1回しかこの人いないんで、まあ、この月の日、月の日の、まあ、朝方から夜日が暮れるまでかな、まあ、日が暮れたらこの人帰っちゃうんですけど、この日をね、目安にぜひ行ってみてください。ではね、短いですけど、この動画終わりたいと思います。バイバイ。